見晴らしのいい高台。と、リバイ。よう、リバイ。大きくなったか。なかった我々を友人にしたものは一体何だ？暴力か？知らねえよ。ただお前にバカでかい腕でつまみ上げられなければ、俺はお前の頭にクソを詰め込んでただろうな。それこそ友人手荒になる前によ。ああ、酒がたい真実だ。それでも私はあの時の奇跡を信じている。奴とは最後まで同じ気分にはなれなかったが。助かりました。ありがとうございます。退社しろ。
襲われたらしい。目を見ればすぐに奴がいると分かった。ラッドの娘も人々の愛がどうしたとか平和がどうのこうのとか似たようなことをほざいてる。どうしてお前はそんな卑怯なことを言ってられる。お前に力があって余裕があるから。その力を手にしさえすれば誰でも同じなのか。大人の事情なんてわかんないもんさ。おっとすまねえ、おめえはチビなだけで年はそれなりにとってる。おめえの活躍を楽しみにしてたよ。俺が教えた処世術がこんな形で役に立つ。袋のネズミって言葉を俺は教えなかった。あれじゃあおめえがどっから逃げようと上からどうかんだなあ、リバ。どうしてお前が調査兵になったか俺には分かる気がする。俺らはゴミための中で生きるしかなかった。その日を生きるのに精一杯で。世界はどうやら広いらしいと知った日はそりゃ深く傷ついたもんだ。だが救いはあった。やりたいことが見つかったんだ。単純だろう。単純だが実際人生を豊かにしてくれるな。趣味だな。趣味か。俺の部下の頭を吹っ飛ばしたのもあんたの趣味か。ああ、大いなる目的のためなら殺しまくりだ。お前だっててめえのために殺すな。ケニー・アッカーマン、切り裂きケニーとかいうダセー呼ばれ方もしたな。おめらみてえな憲兵のエリートの喉を飽きるほどかっきったりしてきた罰なんだが、まあいろいろあってこの新設された対人立体機動部隊の隊長を務めることになった。よろしくな。まあ訳が上がらんのも上がる。
兵団にいたこともねえ殺人鬼がお前らのボスだって言われてもよろしくねえだろうよ。構いません。ん？壁が破壊されて2年、巨人の相手は諦めて人間と残された領土をめぐり争い合う。それが我々の存在意義ですね。この壁のルールに従い、我々が兵団組織を上り詰めた結果がこれです。構いませんよ、全ては無意味です。安心しろ、調査兵団の対抗組織なんて大義名分、俺が考えた建前にすぎる。議会のクソどもをうなずかせるクソ用の方便だ。何のためだって？そりゃ全ては大いなる夢のためだ。神にも等しい力だ。それを手にしたやつはみんな慈悲深くなっちまうらしい。こんなクソ野郎でもそうなっちまうのか。死んで一体どんな気分なんだ。そこから一体どんな景色が見える。俺のようなクズにも本当にお前と対等な景色を見ることができるのか。どうにかしのいだみてえだな。